今日の夏休みで、この部分競馬場は、ピリッツバーになります。ドライトブリーダーズパックロンチ、ビューティーも始まっております。決めました。ワールドブリーダーズカップロン、距離に加えてこの険しい坂、制した者だけに栄光が待っています。先頭に立つのは何か、オークリューが先手を取ります。そしてその後ろから12番アダイヤ、13番白いバギー、レインボーグロス、そして4番目に1番ちょっとさすであります。それからランナーはそのうちにレインボーウェーブ、インスローク、そしてレインボーシャトル、外外を通ってスノーホールです。そのうちにそして一番人気のスタンプスキャリーはなかなかいい感じ。一番の力、13番レインボーリブロスであります。2番ハリケーンレール、そしてソットサス、それから9番アルナワ、チンガリコ、11番インスローク。もう一度先頭に戻りましょう。先頭に来るのは8番ホークス、1番ヒムリンド、5番レインボーウェーブ、そのうちにサダイヤ、チンガリまで下がりました。順位が入れ替わっておりまして、先頭はアダイアであります。それから5番レインボーウェイブ、そしてもう1頭レインボールビー、スノーホール、そして3番スタンプスペリンタ、徐々に差を詰めます。さあ最後の力を振り絞って、あとは直線スタミナ勝負。先頭は12番アダイア、10番レインボーシャトル、頑張る頑張るアダイア。この感じで先頭はスタンプスペリンタ、レインボールビーが2番手、さらにレインボーウェイブ、先頭はスタンプスペリンタ。レインボーレイブ、先頭はスタルクスペリンタ。レインボーレイブ、レインボーレイブ、また先頭スタルクスペリンタ。レインボーレイブ、スタルクスペリンタ、先頭スタルクスペリンタが勝ちました。ワールドブリーダーズカップ2冠達成。